おっさん。はい。日産潰れそうですね。いや。いや、久保さんはまあ普通じゃないでしょ、とう考えても。ね。まあ僕も普通じゃないですけど。まあ久保さんと僕が普通だったら、世の中どうなっちゃうんでしょうね。世の中、だってトヨタで働く人もいなくなっちゃうじゃないですか。ね。日本を代表するトヨタ。トヨタで働く人が誰一人いません。ね。全員隠居してます、みたいな。え、トヨタ、トヨタ、みたいな。 <laughs> トヨタ明夫社長さんが一人でやるんですか組み立てるんですか <laughs> 無理ですよね。一般的な、一般的は、会社で働くっていうのは一般的だと思いますので、まあ、だってそういう風に習ってきてるんで、就職活動しましょうって習ってきてますから、義務教育があって、高校、大学、そして高校を就職するか、大学か、大学は就職するか、ー大学に行くかみたいな、もうそ,そんな、起業するかみたいな、あんまなくないですか。 なんか友達でさ、あの、きお前起業するそれとも就職するみたいな話なかったですよ。てか起業するなんかまずない。ほとんど。もちろん,なんか起業家サークルとか入ってるんだったらわかんないですけど、なんか話に出てこないですね。<laughs> 友達で。うん。まあ周りにね、全員、全員、じゃあ10人友達がいて10人、9人が起業するみたいなね。そんな友達いたらマジファンキーだと思いますけど、普通就職じゃないですかね。うん。まあ久保さんも最初就職したとは思いますけどね。 うん、じゃあなんでまあ普通まあ一般からあの常識まあ一般人から非常識人になったのかって話なんですけどまあ単純に僕の場合はあのまあ就職はしたんだけどあの会社倒産してうーとかありあって、まあ、あとまあ面接活動もね、まあ、10社以上落ちたし、まあ、そ受かった1社も結局訪問販売だったんで。 まあ訪問販売誰でもいいんですよ。別に。うん。だからそういう経験があって、まあ、あと、まあ面接官にも言われましたからね。君、バイトでも難しいよっていう。だから、その後また面接、もちろんうあの、会社倒産した後ね、面接行ったりとかするんですけど、もう言われましたからね。バイトでも難しいよとかね。だから結局、自分でやんないとダメだな、みたいな。だ僕の場合は、 頭が悪かったから、その道を選ぶ、選べるようになったというかね。うーん。なんか自分でやらないといけないなっていうのはすごく感じましたよね。だって面接官に言われなくないですか君バイトでも取るの難しいよって露骨に言われないでしょ。それ言われたんで、あこれ自分でなんかやらないとあかんなみたいな。おやっぱ 勉強してこなかったし、やべえ、やっぱ無理だな、みたいな。僕はだから、勉強、だから、バカだったからラッキーだったんですよ。うん、そ、そこの発想に行き着いたんで、自分でなんかやらないといけないな、みたいな。うん。ん。それが、やっぱバカだったからラッキーだったのかもしれないですね、僕の場合は。まあ、久保さんはどうだったんでしょうね。久保さんは、おそらく麻雀店で借金っていうのが一つのフレームなんじゃないですかね。うん、もし久保さんが、 あ大丈夫、大丈夫。まだ持つ。てか、10億ぐらい借金しても余裕だなと。いや、100億までいけんだろうとかね。なんかもう、借金余裕みたいだったら、多分、ネットの方には来なかったと思いますよ。少なくとも、どっかの段階で、いや、さすがにちょっとこれやべえなと思ったはずですよ。<laughs> これちょっと、さすがになんか、土下化せたらあかんって思ったはずですよ。そうでしょ、久保さん。ね。まあ、一時期はね。 余裕余裕キャバクラみたいなね。毎日キャバクラ行ってね、金使っててね。あの別にいくら増えても関係ねえと思ってたかもしれないけれども、やっぱさすがにっていうところ絶対あるはずですよね。うん。多分それがきっかけなんじゃないかなと。さすがにちょっとこれじゃまずいなと。なんかないかなっていう。僕の場合もそうですね。まあ、このままじゃまあ就職もできないしきついなと。自分でなんかやんないといけないなと思ったっていう。だから自分って気づいたって感じですかね。 一般人から非常識人になった理由ですね。っってらっしゃい